わかんない。見れるところあんのかな。オムライス部今4位。え、待って。あれ4つグループで4位ですか。最下位じゃん。やば。最下位じゃないですか。まあでも私ちょっとそうできなかったんですよね、この時間からしか。だからしょうがない、そこに関しては。ちょっと今はオムライス部のあれに相談してます。よし。まなみさんしかオムライス部やってない。あ、そうなんだ。配信を一回閉じれば上のバナーから部のポイントが見えましたって。え、でも今最下位なんでしょ。今最下位なんでしょ。悲しい。たこ焼き部が圧倒的。まあでもたこ焼き部が4人やってんのか。オムライス部だけ1人だからしょうがない。え、でもまなみさんめっちゃポイントゲットされてる。すごい。どれぐらいの時間やられてたのかちょっと分かってないけど、すごい、うん、オムライスありがとうみんな。今オムライス部、なんかコミさんもさっきやってたし、今オムライス部始まったみたいな感じですよね。そうそう、今始まったって感じ。スロースターター注意って言ってるけど、オムライスのギフトしか投げられないようになって。あ、そうなの。そうなんだ。じゃあオムライス、あ、そうなんだ。なんかスタッフさんからはそのオムライス以外も投げれちゃうから、なんか そう、オムライス以外も投げれちゃうから、なんかその言わないとオムライス以外も投げれますみたいな言われたんですけど、そんなことないんだ。そうなんだ、そうなんだ。え、通常のギフトは投げれますでしょ。だからその、え、そういうことですよ。通常のギフトを、そう、通常のギフトじゃなくてオムライス投げてほしいなっていう、投げてくれるとしたらね。そう、あ、そう、料理のやつはオムライスのギフトのみっていうのはイエスアイノーって感じ。お腹めっちゃ鳴ってる、めっちゃお腹空いてんだ。長吉さん、ミキさん、オムライスありがとう。タカさんもありがとう。マゲ太郎さんもありがとう。みんなオムライスありがとう。ありがとうございます。川崎さん、クルトさん、ミッチさん、ありがとう。このルームではオムライスしか投げられない。なるほど。コミさんも配信されてます。オムライスが食べ、オムライスの写真、ウィズオムライスの写真をツイッターに載っけました。この間、本当にこの間食べたオムライスで、富山県にアウトレットっていう場所、アウトレットがあるんですよ。三井親部アウトレット。三井アウトレット北陸親部だったかな。ちょっと忘れちゃったけど。
そう、そこにある石川県のオムライスのあれです、あの石川県のオムライスのお店で、はい、食べたオムライスすごい、なんか黄色と赤の物体が投げられオムライスなんですけど、黄色と赤の物体が投げられてる。お腹鳴ってました。どうしよう、晩ご飯8時でいいよってパパに言ったんですけど、普通にお腹空いてて無理そう普通にお腹空いてて8時まで待てなそうなんですけど、ずっとお腹鳴りそうほら鳴ってる鳴ってる。めっちゃはずいじゃんめっちゃはずいじゃん。パパちょっとパパのライン。映像とかより可愛いだって。すっぴんなんですけど、すっぴんの方がいいってことか。里芋、あ全然違う話しようとしてた。今パパに LINE 送った内容の話しようとしてた。超どうでもいい話だったお星様はそう、まあ無駄には別にならないんですけど、あのお星様は別にあの今回のイベントには関係してないよって感じかな。そうそうそう、でもまあ無駄になるわけではないかな。でもまあお星様投げると多分大変じゃない親指そうイベント対象外ではある。うん、イベント対象外、そうなんですよね。壇上、みんなは多分壇上に上がるべくそうしてるんだと思いますけど、パパが LINE を見てくれないので一瞬電話します。でも秒で切ります。出たら切ります。ただ LINE を見てほしいだけの電話。無視。もうお腹空いてるの。オムライスの話してたらお腹空いちゃった。あーお腹お腹、ね、オムライス美味しそう。めっちゃ何を普通の携帯でかけるか。自分で持ってこいって話ですよね。そうだ、ごめん、それに関してはそう
それに関してはすごくそう、これがねイベント期間中じゃなかったら自分で持っていくんですけど、イベント期間中だからちょっとこの場を離れるのがちょっと悔やまれる感じ。え、出ない。こんなに可愛い娘からの電話出ない。うん、お腹鳴ってる、もう無理。ちょっと席外したら怒ります。でもイベント中なのよ。でもお腹が空いたの。え、こういう場合ってちょっと待ってください。何やってるんですもういいや、諦めました